ございます。おはよう、みんなおはよう。朝だね。みんな早い。ももメロディーちゃん、おはよう。エレメンツさん、しげちゃん、りょうたさん、れなちゃん、なりぽんさん、あんころもちさん、ひなちゃん、さん、ショーンさん、黒金さん、すっちー、しんちゃん、じゅんくん、くらえさん、えいじーさん、ちーくん、みなさんおはようございます。すごい早いね、みんな。俺は今から寝るところって。りょうとさん、あれなんでしょ、あれでしょ、さっきまでカラオケに行ったんでしょ。すごくない？朝までカラオケしてたの。何時間いたんだろう。エジーさん、レベオメイ、グッドモーニング、グッドモーニング。How are you today? 黒髪さん、おはよう。しんちゃん、おはよう。そしてレベヨメ。野菜さん、おはよう。はしさんもおはよう。菊池さん、てつさん、おはようございます。そしてたつさん、フォローありがとう。フォローナイス、ありがとね。マッチさん、おはようございます。マムマムママさんもおはようございます。トモさん、おはようございます。スプリンガーになりたいの、スプリンガーになりたいの、スプリンガーになって。ぜひしんちゃん、スプリンガーになってください。ヤスドンさん、おはようございます。ごともちさん、スマイル一つで。マイクラ好きなんだねって。マイクラね、なんかね、あの今この配信してる携帯の方で一時期すごいやってて、で一回アンインストールしたんですよ。だけどなんか昨日暇でなんかいいゲームないかなと思って、ゲームのあのアップルストアかな、見てたら、アプリのストア見てたら、なんかマイクラが出てきて、有料ゲームのナンバーワンだったんだよね、マイクラが。でそれでマイクラ出てきて、あ、これはマイクラやろうと思って。もう一回ダウンロードしてマイクラ昨日初めてというか、まあ、改めて始めました。もともとね、あのこの携帯になる前に、あ、なんだっけ、 iPod Touch、 懐かしいね、 iPod Touch、 なんか Wi-Fi の環境下で使える、何、タブレットのちっちゃいスマホサイズみたいな、タブレットのスマホサイズみたいなやつなんだけど、それをね、そこにマイクラが入ってて、でそこで初めてマイクラをした時にセブンイレブンを作った思い出があったの。セブンイレブンを作ったから、私はこの前あのファミリー、昨日ファミリーマートを作りました。0から5時までいたって、すごい。じゃあもうスマスマが入った時が夜中だったんだ。丸尾さん、おはようございます。気持ちの良き朝やねって。あ、いいね、気持ちいいね。おはようございます。今日は晴れてる？今日晴れてるね。これ今日はいいわ、気持ちいいわ。うたくん、のんたん、ひろぽん、おはよう。ハルリン、マイクラするんだって思った。マジ？しないと思ってた。結構ゲーマーだよ。なんかマイクラに限らずプロセカとかすごい好き。まあ、プロセカは常々話してるけど。暖かくして風邪ひかないようにねって。寒いよね、めっちゃ寒い。ヒロポン、ピンポン。あ、田中さん、スプリンガー、ありがとう。やったー、スプリンガーおめたん、ありがとう。18人になりました、だって。ありがとうございます。ウロタラタンイさん、おはようございます。
のんたんかわいいってありがとう。懐かしい、友達が一生それ使ってた。iPod Touch、 iPod Touch ね。メッセージでもファミマ伏せ字で書いてあった。ファマルミマートになった気がする。僕さんおはよう。え、プロセカやってるの？やってるよ。プロセカマジでガチでやってた一時期。もうすっごいやってた。よしひこさんおはよう。俺もやってるプロセカ。いいね。どこのグループが一番好きですか？私はね、ワンダーランドショータイムがいっちゃん好きなんだけど。そういう顔してるよね。なんか意外となんか二択に分かれる気がしてて、ワンダーランドショータイムが好きなグループと、あとなんだっけ、25時ナイトコードでが好きなグループで分かれるイメージ。私、料理とか自炊してますのって。最近はねあのママが買ってくれたお惣菜に頼り切ってます。業務用スーパーでさ、1キロサイズのポテトサラダとか10個入りのハンバーグとか買ってもらったの。冷凍のやつとかね、買ってもらって、冷凍の野菜とかかぼちゃ、ほうれん草とか、それで過ごしてる最近。マリリンにプロセカの話してもわかんないって伏せてたって。え、めっちゃわかるよ。あ、でも最近のストーリーとかはあんま見ないタイプなので、ストーリーの話はわかんないかも。曲の話はだいたい。ヒロさんおはよう。そして R さんもおはようございます。ズンチー、ズンチーだるまありがとう。そしてミミさん、レベオメイ、ヒロくんおはよう。コストコやん。え、そう、コストコ、コストコです。コストコじゃないけど、めっちゃ業務用スーパーなんで、コストコ行ってみたいな。なんかでかいチーズケーキ買ってみたい。あのこんぐらいのサイズのやつあるじゃん。よしひこさんレベオミー、業数は助かるよねって。そうめっちゃ助かる。コストコって会員にならないと入れないんだっけ？そうなんだよ、お兄ちゃん会員なんだよね。なんかそう、私がねこっちに越してきたぐらいの時に、俺コストコの会員になったから欲しいもんあるならいいなって言われた。コストコのチーズケーキ美味しい。あ、美味しい？本当？マジ？買いに行こうかな。マジで欲しいんだよね。なんかコストコってさ、なんかたまにスーパーに出てる時ない？なんかたまにコストコフェアみたいなやってる時ない？ユリーさんおはようございます。ヨシンコさん、後ほど行数行く予定ですって。お、そうなの？何を手に入れる予定ですか？行数でちょっとダサくて面白い。お兄ちゃんダサいって。兄イケメン。そう、なんかね、トイレットペーパーとかコストコで買ってくるわって言ってた。コストコマウントかわいい。でも結局ね、まだね何も頼んでない。結局スーパーの期限切れ寸前割引使うと意外と豪華ですよ。期限切れ寸前割引、あ、なんか 30% 割とかってこと？でもそうだよね、16時とか17時ぐらいのさ、ちょうど安くなり始めるかなぐらいの時に行くといいよね。コストコフェアマジ高いやんって。そうなん？そうなんや。ちょっと買ったことないんだよね。なんかめっちゃ大量に入っているものを見たことがあるイメージしかない。ガチャピン、Sヤさんおはよう。たっくんもおはよう。おはようございます。よく寝れましたか？行政区と余計な調味料とか謎のお菓子買うから安くならない。確かになんか謎のお菓子売ってるよね、行数って。なんか外国語のさ
これ何これみたいな。冷凍フライドポテト、うえー、確かに大量に入ってるよね。安いのやっぱり業数で買うと。近くのスーパーでよくコストコのコーナー見かける。あ、見かける。なんかすっごいでかいパンない、でかいパンというかあのパンが大量に入ってる袋ない。私さ、スーパーでね、品出しの朝の品出しのバイトをねしたことがあるんだけど、そこでねコストコフェアやった時にもうぎゅうぎゅうにぎゅうぎゅうにそのパンを詰め込むからパン潰れるんじゃないかってぐらい。小さいプレーンのパンがおいしいよね。冷凍しとけるし。確かに。そっか、冷凍保存しとけばいいのか、パンって。確かに。カレーのアイドルでよかったの MV のリピート止まらん。すごいよねあれさ。私さ、すごい一つ感動したのが、あのリエちゃんがね、もうリオちゃんの表現力はもうすごいんだけど私リオちゃん大好きなんだけど、でも一つね、リエちゃんがなんかこう目を閉じる瞬間があったのよね。なんかちょっと覚えてないんだけど、なんかこうやってやる瞬間があって、それがすごい好き。ちょっとどこって説明できないんだけど、あったかな。あ、なかった。あ、小さいプレーンパンのことやって、それだ、それだと思う。プレーンパンとかクロワッサンとかがなんかぎゅうぎゅうに入ってる超でかいパンの袋詰めがあるんですよ、コストコに。リリちゃんしかメール取ってないのに、昨日ももなちゃんからバグできた。えももなちゃんからバグできた、マジ。ももなんから、なんでだろう。めっちゃ袋でかいポテトチップス買って子供の夢叶えてた。めっちゃ袋でかいポテトチップスがあったの。どんくらいなんだろう。こんなんなの。映んないけど。ジュターン、ピンポン。何の説明？あのね、コストコ。クロワッサン見たことあるかも。あ、見たことある？30個くらい入ってるやつ。そう。なんかこうでかい袋に入ってぎゅうぎゅうに詰め込まれてるやつ。あのうちのスーパーにはあとでかいピザとでかいティラミスとでかいチーズケーキが売ってて、もうでかい、本当にでかいのよ。コストコってでかすぎだよ。あとでかいサラダも売ってたわ、シーザーサラダ。フライドポテト1キロで200円台だと思いました。安い。なんかさ、あの普通のスーパーとかで買うとさ、 300g じゃ、キムチかそれ。キムチかもしれないけど、 500g 300円ぐらいしない？普通のスーパーで買うと。個人的に電子レンジだけで作れるポップコーン好きだった。そんなの売ってんだ。お菓子コーナー、あんまコストコのお菓子コーナー、コストコに行ったことがないけど、業数もね、お菓子コーナーあんま見ないんだよね。なんでかって、あの見ると買ってしまうので見ないようにしてます。目玉焼きさん、おはようございます。今日も寒いねって。寒いね。風邪ひかないでね、みんな。マジでさ、風邪ひきそうじゃない、この気温なりなんなり。カズくんだ。カズくん、おはよう。やっほー、おはようございます。クロワッサンは四角い透明なプラスチックのでかいバッグ。あった、それもあった。あった。なんかこのぐらいのサイズのさ、とこに入ってるよね、四角いね、プラスチックの。普通のプレーンのパンはめっちゃ詰め込まれてるんだけど、あったとか。なんか蒸しパンみたいなのも同じ容器に入ってた気がします。夏風さんだ、おはよう。やっほー、なんか久しぶりな感じがする。確かに買っちゃうなって。そうなんですよ、買っちゃうからね。絶対お菓子コーナーには行かない。で、一時期私なんか無性にオレオが食べたくなった時期があって、もうその時にオレオばっか買ってた。オレオ買ってた。あ、キクチさんレベオメ、そしてマー君もレベオメ、ありがとう。あとちょっとだ、みんなもスプリンガーまで。
ぜひ今月もスプリンガーになってください。今月のスプリンガー目標は前回60何年何人だったので、今回は70人か80人ぐらいを目指します。りょうさんおはよう。りょうさんおはよう。はるちゃんまたね、気をつけて出かけてねって。またね、まるおさんありがとう。いってらっしゃい。良い一日にしてください。エンペラーペンギンさんおはようございます。そしてクロエさん、レベヨミーありがとう。そしてアスーケンチョコおはよう。チーくんチーくん、チーくん止まらんじゃん。結婚してがたくさん。待って、8、9、あ、ありがとう。合ってる？1、2、3、4、5、6、7、8、9、ありがとう。あとでもタワー分ぐらいだね。すごい。結婚してって言われた、ちーくんに。ありがとう。今日で成人迎えたから自分のご褒美で。誕生日？あ、嘘。そうなの、ちーくん。わー、ハッピーバースデーじゃん。18歳。同い年だね、じゃあ今。ワイと同い年。ありがとう、ちーくん。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear chikun. Happy birthday to you. Chikun, おめでとう。ちょっと書く。ちょっと待って、撮ってくるね。嬉しい。ありがとう。ちょっと待って。さ、スクショ撮ってもらうときに限ってさ、何もメイクしてないんだよね。やだ、恥ずかしい。なんか格好つけといて。今って成人18歳かって。せやで18歳。おめでとうございます。すごい。ちーくんおめでとうって。そしてありがとう。ちょっと待って、書くね。髪型何がいいですか？絵のちーくん、あれかな、初かな、描くの初めて。あ、描くの初めてじゃない？今年最後のスプリンガーだから100人目指していきましょうよって。あ、確かにそうだよね。2022年最後だもんね。100人目指しちゃいますか？目指しちゃいますか？おめでとうございます。ノーメイクは正義で。なみなみが好きです。オッケーです。なみなみを描きますね。ちーくん、
やばい、失敗した。やばいやばい、髪の毛が。画力がないもんでさ、本当にね、私これでも買ってぐらい画力がないんですよ。色何色がいい、ちーくん。色何色がいい。2022年最後だから2022人それは困った。ガチャピンしか見えないって、ごめん、今めっちゃ書いてたの、ごめんね、ちょっと待ってね。字がわからない。待って。こうかな。こうか。あ、こうだ。ガチャピン。目が合って何よりだ。あ、スプリンガーが19人になりましたって、誰だろう。スプリンガーが誰かなってくれたみたい。ちょっと待って、名前が表示されない。え、でもスプリンガーありがとう。そしてナリポンさんとツッチーレベオメイ、緑ね、ケイ、緑何書いてほしいことある？ニコちゃん、あーにゃごめんねニコちゃん大量発生させとくわ。よし、できました。はい、じゃん、ありがとう。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、私からのささやかなプレゼント。菊池さん、スプリンガーありがとう。そしてくまちゃんもありがとう。20人だって、ありがとうございます。ということで、ちっくんの副賞タイム。ちっくん、はい、チーズ、ありがとう。またインスタあげるのでぜひ見てね。こんな感じでしたこんな感じでした。素敵な1年になりますように。え、な、字違う？あ、字違うちょっと待って、間違えちゃった。ここ宇治だよね、ちょっと待って普通に口を間違えちゃったけど、まあ、許して。タンクーレベオメイ、砂原くん、おはよう。今日も元気で頑張ってねって、ありがとう。5時嬉しい間違えちゃった。え、待って、うちが書けなくなっちゃった。こうなって、こうか、こうか、あ、オッケー。
オッケーできた。あ、できた、できた。手直し完了。インスタでは正しい文字で、はい、上がると思うんで。初回特典5時。やばい、ごめんなさい。やばい。ごめんね、今から出かけますって。つっちー、いってらっしゃい。良い一日にしてください。いってらっしゃい。すごい、731名の方にも見ていただいてます。ありがとう。こっちゃん、こっちゃん、ピンポン。かかわしてね、ピンポン。ゆず太郎さん、またねって。ありがとうございました。また遊びに来てね。あれだけ結婚してお投げてくれたのにって。ごめんね。まあ、普通に間違えちゃった。自分、心の中では宇治を書いてるつもりだったんだけど。けんちょこレベおめ。ありがとう。さて、じゃあなんか歌おっか、そろそろ。なんか歌おうかな、今日も。何がいいですか？何にしよっかな。今日の気分は、今日の気分は、でも昨日、前回、ちょっと切な系の曲をたくさん歌ったから、ちょっと爽やか系の曲がいいな。あ、お仕事なので失礼しますって、夏風さんお仕事行ってらっしゃい。頑張ってね。応援しております。素晴らしい一日になりますように。じゃあちょっと楽しい系の曲を一曲歌いたいと思います。声出るかな。のりさん、おはよう。トライエブリシングという曲は、あー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 ああ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 ダメだった、うまくいかない、そんなことばっかりよね。それでもね、進んでいくの、ちゃんと前を向いて。間違えることでやっとわかることだってあるから、諦めないでいこう。どんなことがあったとしても、何度でもダメだとしても、向かっていけばいいよ。諦めないでいこう。どんなことがあったとしても、何度でも、そう何度だって向かっていけばいいよ。あああああやるのよ、何度もやるのよ。うまくいくわ、頑張りすぎないでね。少しずつ進めばいい、できることやるだけ。諦めないでいこう。どんなことがあったとしても、何度でもダメだとしても、向かっていけばいいよ。諦めないでいこう。どんなことがあったとしても、何度でも、そう何度だって向かっていけばいいよ。失敗することでもっと
ブリシングという曲でした。爽やか。そう、ズートピアね、懐かしいよね。そう、みんな懐かしい懐かしいってすごいみんな懐かしがってた。すごい、私もでも聞いたことはあるんだけど歌えなくて、ずっとやっと聞いてめっちゃ聞いて歌えるようになりました。勝利さん、音符ありがとう。音符たくさん、1、2、3、4、5個もいただきました。50個ありがとう。フルコアって、確かにズートピア、そうズートピアです。ズートピア、ズートピアの物語も好きあのイケメンすぎるキツネ。ケロンさん、おはようございます。おはよう。そしてゆうちゃん、おはよう。おはようございます。今カラオケをやっと始めたところだよ。パチパチ、たくさんありがとう。爽やかだね。爽やかでしょ。爽やかな朝だからね。今日は超気持ちいい朝じゃない。元気出る曲ありがとうって、こちらこそ聞いてくれてありがとうね。キツネって、あのキツネ、キツネだっけ。オオカミか、わかんないけど、キツネじゃなかったっけ。キツネとウサギの話じゃなかった。ヒロノ、おはようございます。あ、ユーナ、ユーナちゃん。ユーナって読むの、ユアかと思った。ユーナちゃん、ユーナちゃん、すごい、愛をなって読むんだね。すごい、かわいい名前。お母さんが名付けてくれたのかな。お母さん、両親、ご両親が名付けてくれたのかな。ユーナちゃん、ありがとう。いつも来てくれるし。あれだよね、あのあれ、髪型好きって言ってくれてた方で、言ってくれた子だよね。あれ違うかな。そういえばリオちゃんは日光師らしいよ。ニックだっけ、あのキツネニックだっけ、名前全然覚えてないんだけどさ、キツネの子の男の子、なんて名前だろう。そうなの、難しいよね。ありがとうってこちらこそ、ごめんね。ゆうなちゃん、ありがとう、いつも。ニック、私もニック好き私もニック好きとか言って、全然知らなかったのに、さっきまでキツネです、キツネが好きです。爽やかな曲がいいな。爽やかな曲って難しいよね。あ、イコラブ歌っていいですか。朝からちょっと不思議な曲というか、すごい全然爽やかじゃない曲を歌わせていただきます。この前カラオケで歌ったら歌えたから。小さな恋の歌、広い宇宙の後で歌うね。ちょっと待って、イコラブのこの前りっちゃんが歌ってて、私も歌えるかもと思って、手遅れ交渉をやりたいと思います。みんな知ってるかな。花になりショーウィンドウ飾られるなら咲かないで、同国警報聞こえないふりして
愛しい二人が望んだ二人の世界は誰かが泣いてる蝉しぐれ真っ白質にゆらり溶け込んで世界を閉ざせば見つめ合うたびこちょ朝が来てしまう前に囚われた私たちは裸足のままで逃げる知られてることにさえ気づかない光なんていらないだから暗闇の中どこか汚れていくのを見せるだけこのまま二人で落ちるところまで Listen to you You call me me きっと手をくれこしょ愛は手遅れコーションという曲でした。イコールラブさんですね。もうすごいみんながガチャピンガチャピン言うからさガチャピン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 笑いそうになっちゃったよ歌ってて。でもいいよね、下向いても目があるからさ、このままこうやって顔見せずに喋ってても顔があるように見えるからいいね。手遅れ最高すぎてよかった。初めて歌ったからちょっと不安だった。Your voice was really good. Thank you. 今日は2リットルせやで。もうほとんど入ってないんだけど、500ミリリットルぐらいしか入ってない。アリさんおはよう。おはようございます。すごくかっこよかったってありがとう。小さな声の歌をじゃあやろっか。小さな声の歌さ、マジでキーわからないんだよね。あれ広い宇宙の新垣結衣さんのでやったらキーわかるかな。初めてだったんだって。そう、初めてだったの。よかったってありがとう。春のガチャピンリリーで間に入れるのが流行っとる。わかるってね。新垣結衣さんのでやってみるね。あ、じゃあ全然違った。全然小さな声の歌モンゴルさんのでやるとマジでキーわかんないんだけど。 3?4?5ぐらいにしてみる。広い宇宙まずある一つ地球の広い世界で小さな恋の思いは届く小さな島のあなたの。びっくりだけど、でも多分これサビ高いよね。ちょっと待って、もうちょっとこっちにしよっか。マジでわかんないの、このキー本当にわかんないよ。宇宙の数ある一つ青い地球の広い世界で小さな恋の思いは届く小さな島のあなたのもとへ。あなたと出会い時は流れる想いを込めた
手紙も増える。いつしか二人互いに響く、時に激しく時に切なく、響くが遠く遥か彼方へ、優しい歌は世界を変える。ほらあなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの、ただあなたにだけ届いてほしい、響け恋の歌。ほらほらほら、響け恋の歌。気づく二人は歩く暗い道でも、日々照らす月握りしめたて、話すことなく思いは強く、永遠誓い永遠の口、きっと僕は言う、思い変わらず同じ言葉を、それでも足りず涙に変わり喜びになり、言葉にできずただ抱きしめる、ただ抱きしめる。ほらあなたにとって大事な人ほどすぐそばにいるの、ただあなたにだけ届いてほしい、響け恋の歌。ほらな恋の歌という曲でした。爽やか。初めて小さな恋の歌のキーが分かりました。こうちゃんレベオメ、そしてちーくんもレベオメありがとね。すごい20だって1万なんじゃない今。すごいちーくんすごいよ。ちょっと待って、本当かな。おーちーくん1番だ、すごいありがとう。そしてパチパチもたくさんありがとうございます。そうなんだよね、この曲本当にちょっと微妙なんだよね、高さが低かったり高かったりするからさ。朝水さんおはようございます。パチパチたくさんありがとうね。パチパチすごいたくさん、たくさんの方に今日見ていただけて。1234名、1234だ、待って1234思わず撮ってしまった。1234だった、1253になりました今。いやー爽やか。小さな恋の歌初めて、バンドやる方はね大体やると思う一回は。私もバンドでやりましたこの曲。でもこの曲バンドでやるには女性が歌うにはめちゃくちゃ大変なんだよ。なんかキーをねバンドだと上げたり下げたり結構難しくて。そうそう、でなんかプラス3とかプラス4、5ぐらいまでは
ギターの人はカッポつければなんとかなるんだけど、ベースはねもうそもそも押さえる位置を変えなきゃいけないから結構大変らしいです。大好きで未だに聴きまくってる曲だからベースの音大体覚えてる。すごい。え、ドサンコさんはベース弾けるの？ベースの人？私はねギターというかボーカル、ギターボーカルの人だったので、キー調節して音あった時のハッって感じ好きってそうなのよ、気持ちいいよねあの感じ。そうなんですよ、絶対一回はやるんだけど、あのキー調節ができなくて私はもう全然歌えなかった。だからなんか高くし、なんていうの、低いとこが出ないので、高いとこは出てもで元気で元気でやると、ほーらー片手に取ってみたいになっちゃうの。大事な人をどうすぐそばにいるのみたいになっちゃうの。元気でやると、元気でやると低いのが出ないから、そもそもが高い とこから歌うのね。だからもうそしたらもうほーらーみたいになっちゃうんですよすっごい耳がキンキンする歌い方になっちゃう。俺サックス、おーサックスもすごいな。配信ありがとう、学校行ってきます。みーちゃんありがとう、またぜひ遊びに来てね。行ってらっしゃい、学校頑張ってください。またはタンバリン全然違うぞ、サックスとタンバリン全然違うぞ。うちのバンドも女性ボーカルでやってました、ここ拳入れてましたが、拳弾けないし楽譜も読めない。ええ、でもすごいねベース。あ、兄がやってたからか、なるほど。なんか普通のさ人、例えば普通何もやってない方ってベースの音を聞いたりしないんだよね。私もあのボーカルだったから今歌をメインで聞いちゃって、ギターの音とかベースの音とか全然聞けない、わかんない何が鳴ってるか。元気で歌う人マジかっこいいと思うね、すごいよね。でもなんか高いし低いしみたいな、普通に歌唱力ありますよね、モンゴル800。もう8時50分なんだけど、あと10分やろう。じゃあどうしよっかな。じゃあ爽やかな曲で攻めよう。爽やかというか、なんか感動する曲なんだけど、ファーストテイクどういうこと、こうか、こういうことこうやって歌えばいい明日今日よりも好きになれる、溢れる想いが止まらない、今もこんなに好きでいるのに言葉にできない、君のくれた日々が積み重なり過ぎ去った日々、二人歩いた奇跡、僕らの出会いがもし運命ならば、運命ならば君に巡り会えた、それって奇跡。二人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑って立ってて、ありがとうや、ああ愛してるじゃまだ足りないけど、せめて言わせて、幸せですといつも君の右の手のひらを、ただ僕の左の手のひらがそっと包んでく、それだけでただ愛を感じていた。日々の中で小さな幸せ見つけ重ね、ゆっくり歩いた奇跡、僕らの出会いは大きな世界で、小さな出来事巡り会えた、それって奇跡。うまくいかない日だって、二人でいれば晴れだって、
強がりや寂しさも忘れられるから、僕は君でなら僕でいれるから、だからいつもそばにいてよ嬉しい君へ。それも大切な僕らの日々、思いを届けと伝えた時に初めて見せた表情の君、少し間が空いて君がうなずいて、僕らの心満たされてく愛で、僕らまだ旅の途中で、これから先もまた何十年続いていけるような未来へ。例えばほら明日を見るしないそうに僕らだったとしても、二人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑ってたくて、ありがとうや、ああ愛してるじゃまだ足りないけど、せめて言わせて幸せですと。うまくいかない日だって、二人でいれば晴れだって、強がりや悲しみも全て分け合える、僕は君から生きてゆける、だからいつもそばにいてよ愛しい君へ。最後の一秒まで、明日今日よりも好きになれる、溢れる想い止まらない、今もこんなに好きでいるのに言葉にできない。こういうこと？奇跡という曲でした。はい、ファーストテイクって言われたからファーストテイクの楽曲でした。ね、そうなんだよ。なんかさ、たまにさ、ファーストテイクの人ってさ、こう歌いながらなんかやるやん、こうやってみたいな、なんかファンサするじゃん、カメラに向かって。じゃあ再現してみました。でもね、そもそもの歌詞がこの画面に出てるから歌詞見ないと歌えないねん。そして目玉焼きさんペンライトありがとう。そしてナリポンさん雪の結晶たくさんありがとうございます。12345、50個もいただきました、ありがとうございます。そしてこーちゃん音符ありがとうもしかしてグリーンの正体ではるちゃんだった？そしたらもうすごいよ、びっくりだよグリーンの正体私だったらすごくない？ガチマイクがね、そうなのあるんですよ、実はファーストテイク用のマイクみたいだよね。今初めて配信来た人が一番びっくりしてるって、それな、この人ってこういう価格でなんかカッコつけて歌う人なんだって思われるじゃん。生配信中に何ファーストテイクしてんだろうって思う。面から緑もグリーンの匂わせって、今が緑なのも匂わせ、もしかして匂わせ。ハードナッツさんおはよう。みんなびっくりだよ、声質も変えてるってことになる本当に今来た人がいっちゃんびっくりだよね、何やってんだこの人って思わない？普段は普通に前向いて歌ってます。イントロから歌い出しまでのメロディーが A メロとかサビの後ろでも流れてるんだって。知ってた？知らなかった。そうなんだ、初めて知った。これでハルリンの実家がハルリンの実家歯医者だったらね、すごいよね、近い
近いだったら確かに。じゃ残念ながら、残念ながらちょっと私のお母さんとお父さんは歯医者をしていますしてませんしてません。医者の命もありません。けんちょこさんレベオメ、ハリーアートさんパチパチってありがとう。すごい、あのごめんなさいね、普段はこんな感じで歌っておりませんので、たまたまファーストテイクになりました。何が聞きたいですか。じゃあかわいい曲、じゃあラストかな、ラスト1曲、ラスト1曲にかわいい曲を一つ歌いたいと思います。好きって言って、好きって言って、他に何もいらないからね、好きって言って忘れないように、君以外はいらないから、好きって言って、お邪魔虫って曲を歌います。君の声が好きなんです、君の放つ言葉すべて漏らすことなく聞きたいんだ、そうつまりは録音しよう。君の顔が好きなんです、笑う顔も照れた顔もそのすべてを見たいんです、余すことなく君はたら、あわよくばしわしわになるまでメロメロでいるから、夢叶えたいんだ、お邪魔虫僕の夢なんだね。好きって言って、好きって言って、他に何もいらないからね、好きって言って忘れないように、君以外はいらないから、好きって言って。君の胸が好きなんです、小さすぎず大きすぎず、まさに理想完璧だけど、君はまだだ足りないという、さよならばまた君に会うため、明日のおはようのため、少し邪魔したいんだ、これからもどうかよろしくね。ね、好きって言って、好きって言って、他に何もいらないからね、好きって言って忘れないように、君以外はいらない。好き、大好き、超好き、もうわかんないくらい好き、ああ先っちょだけだから、この想いを抱かせてよね。好きって言って、好きって言って、他に何もいらないとかはやだ、好きって言って、あわよくばやっぱ君自体が欲しいんです。パフパフニャーニャー、お邪魔虫という曲でした。ありがとう。君のことが好きやどういうことやね君のことが好きやはどういうことやね。コウゴウさんおはようございます。
2番はじめセクハラじゃねえかって、それな、君の胸が好きなんです、小さすぎず大きすぎず余すことなく君に言おうみたいな、でも君はまだだっていうみたいな歌詞ですそんな感じだった歌詞可愛い曲あって一曲歌いたくなっちゃった。何がいい？なんか聞きたい可愛い曲はありますか？可愛い曲って限られちゃうよね。なんか聞きたい曲があれば歌います。ラスト、じゃあラストにしよう。これをラストがどんどん伸びてくから、じゃあラストにしよう。可愛い曲を最後にもう一曲歌って終わる1500名の方にも見ていただいてる、ありがとう。パチパチありがとう。ダグさん、お邪魔虫でした。私アイドル宣言、よし、私アイドル宣言にしよう。私アイドル、よし。ではじゃあ本日ラストの曲を一曲歌いたいと思います。私アイドル宣言。飛び切りの愛を届け、よろしければ名前だけでも覚えててください。はい、よろしければ名前だけでも覚えててください。春のリリって言います、よろしくお願いします。レッスン開始、意気込むけれど歌って踊って比較されることもあるけど、私は私でありたい。本気出さなきゃ響かないんだ、ファンの心をつかみたいんだ。だからスタート全開飛ばしますよ。 You are my angel、 可愛くね、飛び切りの愛を届け、よろしければ名前だけでも覚えててください。はい、あざとくね、飛び切りのスマイルで、よろしければ推しにしちゃってくれませんか。なんてね、超ピリマジなの、期待していいですか。はい、憧れ夢見たステージ、おしゃれ流行り追いつけなくて、言い訳弱音も出ちゃうよ。向いてないかな、愛想悪いし、こんなアイドル他にいないし。でもね、絶対絶対見返すんだ。 You are my angel、 愛してね、日本一夢見てる。よろしければ愛の手一つ入れてやってください。はい、手を挙げて姿勢一人示して、よろしければ愛を恵んでくれませんか。なんてね、絶対後悔させませんよ、マジでね。ステージは胸がギュッと熱くなる、揺れる景色焼き付けて歌う、声に愛を込める。ギター響く歓声、気持ち高鳴る、これは
証明。私ここだよ、行くよ、絶対絶対声出してね。 You are my angel、 可愛くね、とびきりの愛を届け。よろしければ名前だけでも覚えててください。 はい、あざとくね、とびきりのスマイルで。よろしければお尻にしちゃってくれませんか、なんてね。超ピリマッチなの、期待していいですか。はい、ちょっぴり期待してもいいですか。いいですか、ねえねえねえ、いいですか。私アイドル宣言という曲でした。ありがとうございました。今日のね、配信はここまでということで、スプリンガー、今日はたくさんの方になっていただきました。ありがとうございます。20人を超えたからね、目指せ100名。今年最後なので100名いくかな、いくといいな。スプリンガー100名を目指して、じゃあ今月も頑張っていきたいと思います。そしてね、今月はクリスマスイベントがあったりとか、明日はね、イベントがあったり、明後日、しあさってもイベントがあったりとかするので、もしご都合のつく方はぜひ遊びに来てください。マジ12月初めてのイベント、超楽しみです。髪型何にしよっかな。また明日の朝お話できるのを楽しみにしております。今日は本当にありがとう、最高の 日になったって。ジー君ありがとう。今日は素敵な一日にしてくださいね。学校のお友達にたくさん祝ってもらってね。スプリンガーなるものじゃない、気がついたらなっているんだ。気がついたらなっているんだ。ゲンチョコさんもなってくれてありがとう。配信ありがとう。こちらこそ、ひらぎさんも来てくれてありがとうございました。楽しかった、配信ありがとう。こちらこそありがとう。アイドル宣言言うと、 You are my angel が URMA、 You are my angel。 なるほど。 You are my You are じゃないんだね。あ、なるほど、そこの R ね。ARE の R なんだ。へえ、なるほど。楽しかったって、ありがとう。こちらこそ来てくれてありがとうございました。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにしよっかな。よし、またぜひ遊びに来てください。それではみんなご一緒に、せーの、さらばじゃ。またね、ありがとうございました。さらばじゃ、さらばじゃ。なりぽんさん、ありがとう。さらばじゃって、ありがとう、みんな。さらじゃ、You are cute guy? お、それを私に聞かれても困った。さらばじゃ、ありがとう、みんな。さらばじゃ、またお話ししましょう。ま、今日は素敵な一日になりますように。はい、それではさよなら。バイバイ。